かなえです。今日はダブルカットでのコントロールに飽きてしまった方にぶっ刺さるステルス系のトップコントロールを一つ紹介します。細かいポイントにも触れていくつもりなので、ぜひお手元にトランプを用意してご覧ください。それでは解説どうぞ。今回のコントロールではドリブルと呼ばれるパラパラ落とす技法をメインに使うことになります。普段からマジックに触れている人であればすでに習得している方が多いと思いますが、初心者の方に向けても軽く説明しておきますね。説明が不要な方はバーで次のチャプターまで飛ばしてしまって OK です。オーソドックスなドリブルは中指、薬指、小指を上サイドに置き、人差し指を曲げた状態で持ちます。この際親指が端ギリギリに来ているのがポイントです。このような指の位置でカードを反らせて指の力を抜いていくと、カードが分離して下に落ちていきます。カードを選んでもらう際や逆に好きなカードを選ばせたい時なんかにも使える基礎技法ですね。最初のうちは力を抜く加減が分からずボトボトと束になって落ちてしまうと思いますが、ここは何度も繰り返し練習することで1枚ずつ扱えるようになるので、継続的に練習してみてください。ちなみに僕のやり方は少し違って、デックの対角線を薬指と親指で保持しています。ドリブルで悩んでる方にこっちの方法を試してもらうと急に上達するパターンも見てきているので、悩んでる方は参考にしてみてください。メインのトップコントロールではどちらの方法でも行うことができます。改めて今回のトップコントロールの大まかな仕組みを説明します。ドリブルでカードを落としていき、1枚のカードを選んでもらってください。残りのカードは再度ドリブルで落とすことになるので、右手のポジションはそのままで、このようにカードを示します。覚えてもらったらこのカードを小指を使って束の側面に立てます。エゴチェンジはトップショットと同じような指の使い方ですね。このカードが見えないように残りのカードを落としていき、最後のカードを落とし切るのと同時に立てていたカードを元の位置に戻すことで、選んでもらったカードをトップにコントロールするという流れになっています。さて、トップに移動する仕組みを理解していただいたところで、この技法のメリットとデメリットを一緒に整理して理解を深めていきましょう。その上でデメリットを最小限に抑える工夫をお伝えしていきます。まずメリットですが、僕は大きく2つの点があると思います。1つはこのコントロールが悟られにくいステルス系の技法であるということ。マジックをやってる人であればトップにコントロールしたいならダブルカットコントロールの方が簡単でいいじゃんという意見もあると思いますが、これは半分正解で半分は誤りなのかなっていう感じです。ダブルカットコントロールの場合はカードを揃えた後に前後のつながりがないカットの動きが入ります。一方、今日紹介したコントロールはドリブルをしながらカードを選んでもらい、位置がわからないよう残りのカードもドリブルする、この筋の通った動きの中でコントロールできるのは大きなメリットですね。二つ目のメリットはメインとなっているドリブルという技法の汎用性の高さです。例えばこのコントロールはドリブルフォースと合わせて使うことができます。あらかじめ選ばせたいカードの上にブレイクと呼ばれる隙間を保っておき、ストップのタイミングでブレイクまでのカードを全て落としてしまう。ここからトップコントロールを行えば、一連の動作で好きなカードを選ばせつつ束の一番上に持ってくることができます。続いてデメリットの説明ですが、ご想像の通りコントロールしているカードが見えてしまう可能性があるというのが大きな欠点となっています。カードを立てる際に見えてしまったり、ドリブルしている最中に見えていたり、そしてコントロールの完了直前に見えてしまったりと、この3つ全てに具体的な対策をお伝えします。まずはカードを立てる動作ですが、これは束を持っている右手でカバーすることになります。なるべく手とカードが近い位置でカバーを行いたいので、手が通り過ぎて下のカードの上に手がある状態でカードを立てて、少し右手が戻ってドリブルを開始すると、こうすると動くカードをきれいにカバーすることができると思います。続いてドリブル中ですが、カードは水平アングルからは丸見えです。なので自然な程度に低い位置でカードを奥に傾けるように落としていくと、うまく手でカバーすることが可能です。右手とカードが接触するくらい近づけた方が角度には強くなります。ただし技法の性質上、横からのアングルにはどうしても弱いので、囲まれて行う際は極力腕を引き、最大限に手のカバーを利用するか、それでも横から見られてしまう場合は別のコントロールに切り替えるべきですね。続いてコントロールが完了する直前のフラッシュについてですが、これに関しては全く考え方の違う2つの対策があります。まず1つ目はカードを揃える動作でカバーするという考え方です。全てのカードを落とし切った
った後、立っているカードを元の位置に戻しつつ束を揃えることでトップにコントロールしたカードを右手でカバーしています。この時すでに揃っている状態のカードをさせると少し不自然なので、ドリブルはいい意味で雑にラフに行うと揃える動きがより筋の通った動きに見えると思います。もう一つの対策はカバーのカードを利用するという方法です。どういうことか具体的に説明すると、トップにコントロールするわけではなく、ドリブルしている束の最後の1枚をカバーに使い、上から2枚目の位置にコントロールすることで常に見えているこのカードが変わらないまま技法を終了することができるという工夫です。実は冒頭の実演の2つ目でもこのカバーを使ったコントロールを行っていました。カバーを利用する場合、あまりに低い位置でドリブルしていると最後のカード同士が干渉してしまいます。ただ高くても立てているカードがフラッシュしてしまうので、最後の1枚まではなるべく低い位置で落とし、最後のカードになったら少し右手の位置を上げて立っていたカードを滑り込ませることができればベストです。もちろんトップに完全にコントロールしているわけではないので、使い道は限定的になってしまいますが、この上なく自然な見た目でカードをコントロールすることができます。アンビシャスカードやカラーチェンジなので、選んだカードに変化させるというマジックにも応用することが可能なので、ぜひこちらの練習にも取り組んでみてください。今確認した対策を使いながら一連の動作を確認してみましょう。今日はお気に入りのトップコントロールについてゆっくり時間をかけて説明してみました。最近のマジックの解説ではかなり早口で短い動画も多かったんですが、定期的に今回のような深掘りした動画も投稿していきますね。今後この技法を使う可能性のある方は、つまずいた時に戻ってこられるように高評価ボタンも押していただけると便利だと思います。まあ、僕も嬉しいですしね。今後もこのチャンネルではあなたがやってみたいと思う名作マジックをどこよりも論理的に解説していくので、有益な情報を見逃さないようチャンネル登録しておいてください。それでは。